鶴岡八幡宮の戦いとは、大英六年十一月十二日に、相模国の北条氏綱と安防国の里見、吉豊との間で戦われた合戦。当初里見軍は玉縄城を目標としていたが、鎌倉に突入し、陛下が鶴岡八幡宮に燃え移って消失したことから、この名がある。大英鎌倉が戦とも、この合戦の様子を詳しく伝えられているとされて、 来たのは、里見氏の歴史を扱った、里見軍記などの軍記物である。これらによれば、この戦いは、里見実の行による進行とされてきたが、近年の里見氏に関する研究の成果によって、この戦いを主導した、当時の里見氏の当主は、吉豊であり、その王子である実況は、その一部将に過ぎなかった事実が明らかにされている。それは、後の天文の内向において、 ウジツが、鶴岡八幡宮に祈願した後に義シトと戦っていた実況の子、ヨシに援軍を派遣していること、その後義隆によって撃たれた義シトの首がウジツに送られた際に、鶴岡八幡宮の愚僧であった飼い元が、新伐と書き記していることからも明らかである。小学坊、足利正氏の子で、鶴岡八幡宮は神谷別島の地位にあった、空前が、 マリアツ・タケダ氏の支援を受けて、下宇佐国小弓城に入ったのは、永正14年から大英初年と推定されている。吉明は、兄の足利高元が父を追って、小学坊の地位に就くと、兄からの自立を図るようになり、小弓坊と称した。小弓坊のもとには、南宋の諸勢力が結集する形となり、里見氏、マリアツ・タケダ氏、臼井氏などがこれに応じた。一方、 小学坊のもとにも、北総の諸勢力が結集する形となり、結城市、長南、武田市、千葉市などがこれに応じた。小弓坊と小学坊の対立の最大の焦点は、関東坊の正当な継承者に関する問題であったが、同時に、暴走地域、とりわけ、下佐国の支配権をめぐる対立でもあった。小弓坊にとっては、下佐一国を掌握するには、 本佐僧城、関谷土城を抑えて、下宇佐最北部にある小学坊の根拠である小賀城を手に入れる必要があり、反対に小学坊にとっても下佐一国を掌握するには、本佐僧城、関谷土城を足掛かりにして、下宇佐国際南部にある小弓久保の根拠である小弓城を手に入れる必要があった。栄昇16年には、マリアツ武田氏のシーズ城に、 小学坊側の結城六郎らが攻め寄せている。この六郎は後に結城氏と山川氏の間で行われた小山氏の継承戦争に勝利して小山氏の家督を継いだ人物であり、この戦いは房総半島だけではなく関東地方全体に拡大する可能性を秘めていた。そのような時に伊豆、相模を平定し三浦半島にその姿を見せたのが北条氏であった。 同志と暴走半島との関わりは、初代伊勢政治在世中の永章13年に、遡るが、この時には、マリアツ氏、足利義明川での参戦であったと見られている。つまり、当初は、後年のように小弓久保や里見氏と北条氏は、敵対関係ではなかったのである。そして、当時の北条氏に対しては、小弓久保、小学坊双方が自陣営に加えようと、 政治工作を行った。また、北条氏としても当時の鎌倉における宗教的な、象徴であった雪下殿であった義明との関係維持は事故の相模支配の上でも有効とみなしていた。これに、北条氏と対立する大喜谷上杉氏、山内上杉氏を交えて複雑な外交関係が展開されることになった。この状況が大きく変わるのは大英4年に、 北条氏が大木谷上杉資料であった江戸城を占領して東京湾西部海域及び多摩川、荒川、利根川の川口地域を掌握したことであった。東京湾の下半及び内陸部への水路を北条氏が独占したことは残る東部海域を支配していたマリアツ武田氏や里見氏にとって脅威であり、その弱体化は彼らに支えられた小弓久保にとっては容認できなかった。 そこへ、大木谷上杉氏とマリアツ・タ氏の間で、反北条氏同盟が持ち上がり、同年2月には早くもマリアツ・タ氏は、北条氏との断交を宣言するに至った。里見氏も時期は不明であるが、同様の行動に出たと考えられている。以後、暴走型による武蔵、相模沿岸部の攻撃が、活発化するようになる。こうした状況の下で、大栄6年5月には、 相前後して、マリアツ武田氏が、浅草郊外の石浜城を攻め、真崎通通な率いる水軍も、品川港を攻撃して、江戸城に対する圧力をかけた。一方、北条氏もこの事態に対して、小弓久保の標的である足、足利久保、足利高本との連携を図った。さらに大喜多に上杉氏は、高本の実施である、関東官令、 上杉県館に父親に対する反旗を翻させることに成功したほか、海の国の武田信虎までも、藩法上同盟に引き込むことに成功して、反撃の準備を進めていた。法上方の戦死者を弔った首塚。中央の五輪党が首塚とされる。画面右手の案内板には、里見氏側の対象を、里見義弘としているが誤りだが、 連年の北条氏攻撃の成果の効果が見られないことに対し、里見義とよは8月に、おじみ行と協議した上で重心の中佐とみる次に、対して、水軍を、安保を岡本に集めるように指示している。また、数佐の堺定時にも協力を要請している。同年11月、里見義とよ、実況は、正木氏、安西氏、坂井氏などの兵と共に、 千数百隻を連ねて、三浦半島から鎌倉に向かって進撃した。この日付については、里見軍期、北条期は12月、鶴岡八幡宮総研並び造影期には11月のこととされている。この11月には、鎌倉のすぐ北にある玉縄城が、上杉智之の攻撃を受けており、両者の挟み撃ちによる玉縄城攻略を意図していたと考えられている。 鎌倉の海岸部にて、里見軍は船べりに小人形を並べて、北条軍に東屋を打たせて、北条方の船が接近すると、大石や材木を投げ込んだと言われている。その後、戦いは鎌倉市中に移り、里見軍は鶴岡八万宮の鮭に乱入したり、宝物を奪ったり、仏閣を破却したとされている。ところが、合戦中に、 鶴岡八幡宮から出火して炎上し始めたことから、里見軍は鎌倉から離れて玉縄城に向かった。だが、玉縄城を守る北条氏事は、城と鎌倉の間の戸部川にて北上する里見軍を迎え撃ち、これを撃退した。一方、大木谷上杉氏も玉縄城を攻略できずに撤退し、北条氏が玉縄、鎌倉から三浦半島一帯を防衛した。 この戦いにおいて、里見義と世は戦いそのものの打撃以上に、鶴岡八幡宮の炎上という失態による打撃を受けた。鶴岡八幡宮は源氏及び鎌倉の守護神であり、里見義成の末裔である里見氏歴代当主にとっても数形の対象であった。また、同志が名手に擁立していた小弓久保は、鎌倉を拠点とする関東久保の継承者としての、 立場を打ち出しており、何よりも久保である足利義明自身が鶴岡八幡宮を統括する雪下殿であった。このため、合戦後、北条氏綱が推進した鶴岡八幡宮の再建に対する協力を義明も義豊も拒絶することはできなかった。また、敗戦によってこの戦いを主導した義豊の権威は傷つき、相対的に、 数ズ進出の責任者として、勢力圏の拡大に努めてきたおじの実況の発言力が高まった。この状況は、後の義豊による実業暗殺、そして義豊自身滅亡を招くことになる天文の内向の永遠となった。この内乱に勝利した、里見義高は、北条氏治綱の後押しで建てられた当主であり、当初は氏治綱が、 積極的に推進した鶴岡八幡宮の再建にも参加していた。だが、マリアツ女官没後のマリアツ武田氏の家徳争いに対する見解の対立から、天文6年5月になって吉高は、北条氏綱との断交と鶴岡八幡宮再建のために送る予定だった暴走の材木の輸送を差し止める通告を行った。鶴岡八幡宮の再建は、 雪毛殿であった小弓久保を、足利義明の希望でもあり、重臣、泉佐幸仙を派遣して、義高を説得したが、ついに本意することはなかった。一方、義明も、北条氏綱と、兄、高本の後を継いだ、足利春氏の連携を立つべく努力していたが成果を得ることはできず、下嘘再西部の火災以上が、北条氏の支配下に入ったことで、関係の悪化は、 決定的となった。やがて、この対立は、第一次河の大合戦へと発展することになった。ありがとうございます。